はいどうも皆さんこんにちは。スーパーヒーローで特徴的なのはアクションシーンですが、その中でも特徴のある場面の一つとしてはスーパーヒーロー着地があると思います。スーパーヒーロー着地はスーパーヒーロー映画のみならずアクション映画でもたまに登場する両足と腕を使って着地することの多い特徴的な着地方法です。今回はそんな MCU に登場したスーパーヒーロー着地の中でも印象的だったものをいくつか振り返っていきたいと思います。まずはアイアンマンです。アイアンマンは2008年から2019年のエンドゲームまでヒーローが結集する映画ではほぼ欠かさず登場しており、アイアンマンが登場するとほぼ毎回スーパーヒーロー着地を行っています。まずアイアンマンで一番初めに登場したスーパーヒーロー着地はマーク3を着てアフガニスタンでスーパーヒーロー着地デビューをしています。その後アイアンマン2では新しいスーツを着て群衆の前でスーパーヒーロー着地をして決まっています。アイアンマン2ではこの後にもハマーインダシリーズのプレゼンの場面でも登場して、ここでもスーパーヒーロー着地を行いました。その次2013年のアイアンマン3ではこちらもオープニング場面でスーパーヒーロー着地をしています。それ以外にもアベンジャーズの映画ではドイツでロキと出会った時にスーパーヒーロー着地をしています。その後アベンジャーズエイジオブルトロンでもスーパーヒーロー着地をしていて、こちらも冒頭場面で登場しました。その後ソコビアの場面でもスーパーヒーロー着地をしています。アベンジャーズインフィニティウォーではタイタンでサノスとの戦いの時にスーパーヒーロー着地をしています。エンドゲームでもサノスとの戦いの時に1回だけスーパーヒーロー着地をしていました。次はスパイダーマンです。スパイダーマンのスーパーヒーロー着地として印象的だったのは2016年のシビルウォーの登場場面で、キャプテンアメリカの盾を持った状態で着地しています。その後もちょくちょくスーパーヒーロー着地をしていて、ファーフロムホームではロンドンで戦っている時に着地が登場しています。その後ノーウェイホームでは3人のスパイダーマンが一気に着地をする場面が登場しました。次はキャプテンアメリカです。ファーストアベンジャーでは特にスーパーヒーロー着地はしていなかったようですが、それ以降の映画ではちょくちょくしていました。一番印象的だったのはキャプテンアメリカウィンターソルジャーで、クイーンジェットを盾で破壊した後に盾を使ってスーパーヒーロー着地をしています。次はブラックウィドウです。ブラックウィドウの初登場は2010年のアイアンマン2で、この時からブラックウィドウはスーパーヒーロー着地をしています。ブラックウィドウの特徴としてはスパイダーマンと同じようにかなり地面に近い着地となっていて、その後公開されたブラックウィドウの単体作品でもその着地方法は同じでした。ちなみに2代目ブラックウィドウとなったエレーナも同じ着地をしているため、このヒーロー着地だけは受け継がれていることがわかります。次はブラックパンサーです。ブラックパンサーに関しても印象的だったのはシビルウォーでの初登場の場面で、バッキーバーンズを追いかけて高いところから着地して、その状態で武器である爪を出すという特徴的な着地をしています。ブラックパンサーはその後単体作品でもスーパーヒーロー着地をしていて、その時はスーツに溜まったエネルギーを発散させつつ、同時にスーパーヒーロー着地をしているため、この映画で特徴的な一場面となっています。次に番外編として着地があまり上手くないスーパーヒーローでハルクです。ハルクが他のスーパーヒーローのようにスーパーヒーロー着地をすることはありませんでしたが、これまでにも何回か高いところから着地をしていますが、他のスーパーヒーローとは違って失敗もしています。例えばアベンジャーズインフィニティウォーの冒頭でソーたちの乗る船からヘイムダルによって地球に送り届けられますが、この時はサンクタムサンクタルムの屋根を突き破って着地というよりかはそのまま落ちてきただけでした。アベンジャーズの1作目でもハルクは空中に投げ出されていますが、そのまま倉庫の屋根を突き破って落下していてうまく着地できていませんでした。ソーラグナロクではブルースバナーが虹の橋の上に着地を試みますが、そのまま落ちただけでハルクの着地はあまりうまくいっていませんでした。でもシーハルクのドラマシリーズではハルクとシーハルクが同時にスーパーヒーロー着地をしていて、おそらくハルクが初めてうまくいった着地がこれだと思います。次がソーです。ソーも他のスーパーヒーロー同様に何回かスーパーヒーロー着地をしていて、その一番特徴的だと思うのがソーラグナロクの虹の橋の場面です。ここではブルースバナーとは違ってうまく着地をしていて、この時はハンマーを失い本当の雷神層になった場面でした。これ以外にもスーパーヒーロー着地の場面はたくさん登場していますが、皆さんはどれが印象的でしたか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。